皆さんもあちょっとあの古いんですけど、まあ、15日なんですけど、あのひろゆきの,のツイッターがあのすごいあの話題になって波紋を呼んでるってことなんですよね。で、こういうニュースになってます。えー、15日、自身のツイッターに、まあ、投稿、年金受給額の2年連続引き下げに伴い、自民党と公明党が、えー、給金の検討を要請したという記事を引用し、両党を皮肉った、まあ皮肉られるようなことしてるよね、はっきり言ってね。 うん、45歳の人から見たらね、えー、西村さんは、えー、コロナ禍で働いている人の賃金が下がったので働かない年金をもらっている、えー、高齢者に、えー、5000円を、えー、税金からプレゼント案もちろん税金を払うのは稼ぎが減っている勤労世代です頑張ってねとツイートまあひろゆき関係ないよねもうあの人はもう経済面で困ることはないからで税金もねあの払うのが少なくて済む。 フランスかどっかにいるってね、ほんとよくないよね、ヨザワズバサーとかマラブさんとか、お金稼げる経済力の高い人が日本にいなくて <laughs>、税金がかかんない国にいるってね、ありえないね、誰も日本に還元しようって思わないっていう。えー、フォロワーからは、えー、1票の値段かと、えー、夏の参議院選を意識した行為や、だったらウクライナに寄付してくれ。 という方多いと思いますという提案次は、えー、5000円配るのにいくらかかるのかなという懸念などが寄せられたこれあのひろゆきとひろゆきのこのねフォロワーの人の気持ちは <laughs> ものすごい理解できるし、まあ、正論だよねでまあ違う動画でも話したんですけどうちのおばあちゃんなんかも、まあ、施設にいてまあねあのー、もういつどうなるか分かんない状態なんですよねで普通の 家でで暮らすすってことは無理なんですよねそのおばあちゃんにあの自立寄付金10万円あの非課税者なんで10万円入りましたおかしいよね <laughs> もう年金もらってて別にさおばあちゃんなんかねあの老人ホームに行って10万円なんて欲しくないわけですよあのおばあちゃんが求めてるのは僕らとのコミュニケーションなんだけどコロナでそれがねできなくて 注目が入ってきてで、僕みたいにあのシフトを削られて、仕事もねあの、去年失ってしまった僕には1円も入ってこないんですよ。これはおかしいよねって思います。だからあの、自民党はもう信用しちゃいけないんですよね。うん、それはもう確かなことですし、まあ、コロナで働いてる人の賃金が下がったので、働かないで年金をもらってる。 えー、高齢者に5,000円を税金額プレゼントあんまあねどんだけねその票が欲しいんだってねもう本当に今の社会ってこうだよね例えばテレビのワイドショーとかメディアとかもあのネガティブなものを流すじゃないですか芸能人のね不祥事とかなんか不倫とかそんなんばっかなんかして数字稼いで でコロナがこれから増えるんじゃないかとかなんかねあのビビらすことばっかり言って不安をあってあの数字を稼ぐそれは政治、まあ、自民党もメディアも一緒じゃんかって俺思うんすよねもうねなんか完璧日本の社会はもう歪んできてますよねでひろゆきみたいにその 自分の言葉で自分の意見を言ってる人っていうのがやっぱ必要で、まあ、この人はまあそういう目安にはなると思うんですよね。でやっぱ自民党コメントを皮肉るかってことはダメなんだよねこの2つは、まあ、僕もあの同感です。ただまあこればっかりはもう配られたカード与えられたもんだからブーブー言ったところで何も変わんねえんだよね。だからこのの歪んでその 間違っているこの政権であの俺らはあの先回りしてあの対策を打って抜け道を探すしかないんですよね。まあ、これ僕はよく使う言葉なんですけど、まあ、カーネギーの言葉で「あの神様レモンを与えるけれどそのレモネードは与えない」って言葉があるんですよね。まあ、レモンだけじゃまあどうしようもないじゃないですか酸っぱくて。でも自分でお湯と砂糖を用意してあのレモネードにすれば美味しく飲める。 ってこ,とでまあ、このねあの自民党はあの真面目にあの生きるあの僕ら、まあ、40代30代の人間に対して、まあ、20代も入るかあの非常に冷酷冷血ですよねだからあのどう生きるかっていうのは、まあ、それを、ね、鑑みた上であの行動を取ればいいんですよ。ってことはもう今までの,あの常識価値観に縛られることはないし あの捨てなきゃいけないと僕は思ってます。だから直球勝負したらあの勝てないです。あの自民党政権がこうなわけじゃないですか。公明党と両党がでこの人たちとこの党と直球勝負してもあのこの強い権力には勝てないんであの変化球であの生きてくる時代なんじゃないのかなって僕は思います。まあ逃げながら戦うとか変化球勝負とかあの爆笑式にあのまっすぐストレートに生きていたら。 間違いなくあの俺らの方が折れますね。まあ、俺らっていうのは20代、30代、40代の人間を指してます。だからもう今異常なんですよ。あの中高学校も50校、2校で自殺しているとか、こんだけ人身事故があの多かったりとか、自殺している人が多かったりとか、あと40代でリストラとか、そういう話も聞くじゃないですか。ってことはもう本当にあの、まあ 俺らね30代40代50代が、まあ、50代前半ぐらいまでかな入る、はい、のか、えー、若い頃にその思っていた正しい与えられた教育の正しいで生きていたらあのやられちゃうんだよねっていうことが <laughs> マジで思うんですよねだから結局は事業を起こすとか、まあ、個人の時代、うん、自分自身で ななんかか自発的にやってていいいいくく仕掛けていくしかないと思いますだから雇われてあの働く労働が美徳まあ国民の三大義務で労働ってあるかもしれないけどまあ雇われて働くってことに関してはあのもう末期だと思ってもあの過言ではないかもしれないですね。あの実際僕があのかかった人で心と体を壊している人とかあの頑張ってるんだけど向かれてない人っていうのはたくさん見てきました。だからもうね 何度か自分のアイディアあの知識情報を生かしてあの抜き道変化球で、まあ、生きていく時代になっていくと思いますそのためにあの俺らスマホ持ってるわけじゃないですかいい情報を得ていい行動をするためにスマホ持ってるんだと思いますでもスマホあの活用しきれてなかったりとかあのやっぱ自分に合う情報しかみんな取ってないからなんだろうねやっぱしっかり自分を磨いて なんか自分よりちょい上の人の価値観とかをなんか吸収したりとかそういう人と付き合ったりとかしてあの生きていくってことが非常に大事なんじゃないのかなって僕は思っております。あとちょっとひろゆきの話に戻るんですけどあの彼があのテレビタックルによく出演していてもうたけしの隣にいるのがもう普通で当たり前になってきましたね。なんか今まででではなんか朝ののニニューースかかかなんモタ海外の自宅から 出演してんのを見たんですけど最近はなんかたけしの隣でテレビタッグに出てあのズバズバ好き勝手に <laughs> 広い厳しい炸裂ですよね、うん、やっぱあの普段ネットで見てる人があって表舞台に出てくるのはちょっとワクワクするしちょっと嬉しいですねでまあ彼みたいな人間があの自分の正論をあのテレビでもぶちまけてほしいなと思います、まあ、僕はまあ堀江モ門と広き足して2で割ったような人間があの いいのかなって思うんで <laughs>、まあちょっと広義のツイートに対してちょっと自分の気をそいて動画を撮りました。どうもありがとうございました。